電話出ないかな。はい、もうお疲れ様です。あ、エミリーお疲れ。ちょっといきなりなんやけど、今からちょっと家行っていい？絶対ダメですよ。なんで。いやいやいや、俺ほんまに今悩みがあって、ちょっともう相談したいわけ。いや、もういいです、いいです、私が出ます。すごい。いや、さっきさ、この企画で、企画なんやけど、まあ、もちろんわかると思うんやけど、企画で、天地にも連絡したんやで。そしたら、次エミリン電話しようって言ったら、エミリン絶対無理って言いますよ。絶対私が出ますって言ったら、ほんまに言ったな、その通り。ほんまに汚いんですって。聞くよ。聞いとるから、初めから。初めから引いとんねん、こっちはもう。結構なライン引いとんねん、こっちは初めから。でもほんまに、まあ、気持ちは分かりました。来たかったんでしょ。いや、行きたかったって普通に。うん、そうで、じゃあもう素直になった方がいいよ、自分に。結局無理な。あー、もう寝るんや。無理よ、寝ろ。無理よ。いや、寝ろ。何時や思ってんすか。言うてまだ3時やろ。ヒカルさんっていつ寝てるんですか、本当に。まだまだ寝えへんってそんな当たり前やんか。別に朝も全然起動してるじゃないですか。あと朝方追加したりしてるじゃないですか、うん、でも夜も起きてるじゃないですか。夕方とか夜とかも絶対 LINE、うん、すぐ帰ってくるし、あんま寝えへんようにしとるで。いや、寝てないじゃないですか。すごいですね。もうええわ、用済みやん、お前なんか。もうええわ。ごめんなさい、ごめんなさい。用済みや、大松エミ。何そのジョイマンみたいな。用済みや、大松エミ。いつか家行くわ。はい、ありがとう、バイバイ、はい、お疲れ様です。おやすみ。キモ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 。寝るみたいです。